人民法廷におけるシュバーネンフェルト・ウルリヒビルヘルム、シュベーリン・フォン・シュバーネンフェルトは、コッペンハーゲン生まれのドイツ人、ドイツ国防軍の軍人である。爵位は白灼。1940年から1942年にかけて大尉として、エルビン・ホンビッツ・レイベンの副官であった。ヒトラー暗殺未遂事件に加担して処刑された。特に人民法廷のローランド・フライスラートのやり取りは、 有名で映像にも残っている。シュバーネンフェルト、私はドイツのためにポーランドで働いてきました。そして私は我々のポーランドに対する考え方やポリシーに劇的とも言える疑問を持つに至りました。フライスラー、ほう。疑問を持ったのは国家社会主義のせいだとでも言いたいのかね。シュバーネンフェルト、私は多くの殺人について考えました。 フライスラー、殺人だとシュバーネンフェルト、ポーランドの内外で、フライスラー、お前は下劣なうじ虫なんだ。ふざけているぞ。イエスか、ノーか、ふざけた考えに染まったのか。シュバーネンフェルト、裁判長、私は、フライスラー、イエスかノーか、明確に答えよ。シュバーネンフェルト、脳です。フライスラー、ノーか、もういい。 お前などは自尊心のかけらもないクズ野郎だ。ありがとうございます。